平成30年10月7日日曜日、京都丹波スマート環境学習の第1回目の子ども環境会議が開催されました。会議の模様をお伝えする前に、京都丹波スマート環境学習についてお話ししましょう。京都丹波スマート環境学習とは、 ICT を活用した環境学習プログラムを通じて、子どもたちの自然に対する豊かな感受性や環境に対する関心を育み、森の京都の豊かな自然を守り、自ら行動できる人材育成を目指す事業です。今年は小学生を対象に子ども環境会議と3回の環境学習プログラムを行います。子ども環境会議では、子どもたちが環境に関するワークショップを行い、自由な発想やアイデアを出し合いながら環境について学びます。そして SDGs について学びます。 SDGs とは、2015年9月、国連において193の加盟国の全会一致で採択された17の持続可能な開発目標です。気候変動や格差などの幅広い課題について、すべての国が解決していく国際的な目標です。子ども環境会議では、これらを学びながら環境への理解や興味を深めていきます。子ども環境会議の次は、3回のプログラムを行います。第1回は環境学習テーマについて、工場などで ICT を活用した現地調査を行います。第2回は現地調査で得た知見をもとに意見交換を行い、 ICT を用いた調べ学習でさらに理解を深め、成果をまとめます。第3回は子どもたちが成果発表を行います。それでは、子ども環境会議をご覧いただきます。会議には、亀岡市、南丹市、京丹波町などから、合計10名の子どもたちが参加しました。子どもたちが、環境や自分たちの住む地域に関するテーマに沿って、熱心に考え、話し合い、たくさんの意見を出していきます。子どもたちは、地球温暖化については、気温が高くなる、海の水位が上がる、ゴミについては有害物質が出る、燃やすと二酸化炭素が出る、分別してリサイクルする、水、大気汚染については工場が多くなって煙がたくさん出る、酸性雨、ホコリが出るなど、活発に意見を発表しました。これまで出された意見を環境分野ごとに並べ替えを行い、意見をまとめました。京都大学のバース先生とアサリ先生から、 SDGs の17個の目標について授業を受けました。英語と日本語が飛び交う授業を、 SDGs の英語のコミックを見ながら、子どもたちは熱心に聞き入っていました。会議のまとめとして、先生方からいただいた好評を紹介します。私たちの生活が環境に与える影響について、困る、地球が滅亡するなどの答えが出ました。それをどうしたらいいかを考えるのは僕たちの仕事です。今日参加した子どもたちは各地域の代表者です。ぜひ地域の問題を友達に教えてください。自分たちの町を星が見える町、節約の町にしたいなど、子どもならではの柔軟な発想が聞けました。難しすぎる問題もありましたが、次回元気に会えるのを楽しみにしています。 SDGs はみんな最初はハテナから入りますが、ハテナが多い方が勉強になります。子ども環境会議に参加いただいた先生方、大変お世話になりました。ありがとうございました。子どもたちには宿題があります。 SDGs の説明が書かれたノートを持ち帰ってもらい、普段の生活のいろいろな場面で SDGs に関係することの気づきや、考えたこと、行動したことなどをメモします。このノートは今後の環境学習プログラムの中で先生方に見ていただいて、ヒントをもらい、
さらに自分が SDGs の目標のために何ができるかを考えてもらうことや、成果の取りまとめにも使います。最後に記念撮影です。皆さんお疲れ様でした。次回の環境学習プログラムもよろしくお願いします。